こんばんは、シローズキッチンです。今日はここマレーシアジョホールバルの、有名なレストランティックシングというお店にやってまいりました。ここの有名な料理は、ペッパーチキンといって、紙にくるまれた中に、チキン、いろんなハーブの味付けがされてて、すごく美味しい、料理があります。今日はね、それを食べにやってまいりました。めちゃくちゃ楽しみです。それでは、レッツスタート。はい、これが有名なペーパーバックチキンですね。こう紙の中にこうチキンが入っております。うわあ、あったかい。よし。よいしょ。うわあ、すごい。いやー、じゃあ食べていきましょうか。いただきます。はい、見てください。マレーシアなど、インドネシアもそうですね、こういったスプーンとか、使うものを熱湯で消毒する、そんな、文化があるんですよね。まあ、うん、いいと思います。うっす、うん、うわーうわー、よいしょ、うわ、柔らか。よいしょ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 。はい、それでは、よいしょ。はい、それでは、ペッパーチキンをいただきます。あ、うまっ。すんごいうまい。うん。これね、チキンの中にいろんなハーブが、入ってるんですよね。それで醤油ベースのような、味付けされてて、ものすごく美味しいです。これ、うん、日本にはない味ですね。いや、うまい。あ、うまっ。うん、はい、次、オータと呼ばれている魚が入っている料理なんですね。シンガポールや、ペナンでもオータという料理を私は食べましたが、このようなホットプレートに乗ってきたのは初めて、ですね。それでは早速食べていきたいと思います。うわー、よいしょ。あ、ちょっとスパイシーな色が見えますね。わー、よいしょ。それでは、いただきます。うん、あっ、あっ、うん、お、なんと表現したらいいんでしょうか。うん、香辛料がものすごく効いている卵料理の中に、魚を感じるような、うま、美味しさ。うん、結構スパイシーですね。うん。うま、どう、うん。おいしいわ、これも。うん。ほほほ。うわぁ。はい、次は野菜がやってまいりました。これです。これインゲンに見えるんですけども、なんかロングビーズといって、ものすごい3、40センチある長い野菜なんですよね。それと豚のひき肉、が入って、ちょっとスパイシーな味に仕上がっているようです。結構こっちの野菜美味しいと思うので、楽しみですね。よいしょ。じゃあいただきます。うわー、あ、いい味。うん、うまっ。やっぱこう、ま、インゲンに近い味だと思います。で、うん、やっぱこの豚肉のひき肉、この油の甘みで、これなんだろうな、やっぱ
ニンニクなのかな、うん、で醤油ベースなのかな、まあ、詳しくは分かりませんけど、ものすごく深みのある美味しい味がいたします。うわ最高。はい、それではタイガービアがやってまいりました。いやーよっしゃよっしゃ、それでは乾杯。うまい。それでは、これをゆっくり食べさせていただきます。よいしょ。それではご飯とペッパーチキンを一緒にいただきます。うまっ、うん、うわめっちゃ最高、おいしい、うん、うわなんか元気が出てくる、そんな味ですね。はじめ、うん、止まんない。うん、まっ、うん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 、あいや、自分、お酒が好きなんですけども、美味しいものを食べるとついつい、お酒を飲むのを忘れてしまうんです。それくらいこのお店は美味しいってことなんですよね。他にも、フィッシュヘッドカレーとか、美味しいものがたくさんあるようなんですけども、まあ、今回はちょっと食べきれないので、また次のチャンスにしたいと思います。いや最高、うん、ああ、うん、うまっ、うん、うまっ、うん、うまっ、うわ、うん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 、ああ、うん、いやごちそうさまでした。ビール飲むの忘れてた。あいよー、ごちそうさまでした。やっぱりここのペッパーチキンは半端じゃなく美味しかったです。いやちょっとね無理してきてよかったと思います。それではエアンビーに帰りたいと思います。またね、次は
もう一つ有名な、フィッシュヘッドカレーもあるので、次回チャレンジしたいと思います。それでは皆様また See ya! I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I